じゃあ次の方いきます。バミさんからです。いつも楽しく拝見しています。質問です。先日新国立美術館で開催されているルートビーヒ美術館展に行ったのですが、絵画の額がシンプルなものが多かったのが不思議でした。西洋絵画は額も華やかなものばかりを見てきたので驚きました。ドイツの美術館だからシンプルなのでしょうか。絵画の額についてのお話もぜひ教えてください。あ、ちょっとそれあるかもしれない。 ドイツだからちょっとあるかもしれない。あとはルートビヒは割と新しい美術が多いから、っていうのもあるね。で本当はやっぱ作品そのものをガンと見せたいから、額はあんまり、額自体が作品になってる場合はともかく、作品と別な額っていうのはそんなに主張しすぎないものの方がいいよね。まあ作家自身が額選んだり額作ったりしてる場合は別だけどね、っていうのがあるから、まあ、シンプルなものにという流れにはなってはいますよね。ただ今度古典的な作になってくるとさ、額自体がなんていうか ある種の文化財的な額になっちゃってる場合もあるから、なかなか難しいよね。作家さんが額とセットで書いてるとかも、いやクリムトとかさ、あの象徴主義の時代とか結構ありますから。後ろの額も丸くてすごいですね。これはだから丸で描こうっていうことで丸い額作ってくれるとこないから鏡の額使ったって。変形額はいつも苦労しますって。額も昔のまま残ってるんですかって言って、昔のまま残ってるやつも結構ある。だけどオリジナルっていうのはまあないね。なかなか少ないと思うよ。1回か2回変えられちゃってることが。